9人組グローバルグループチームが11月のピックアップアーティストとしてテレビ朝日 KM、ジン、エンジンに出演する。ミセス、グリーンアップル若いヒロとドランクドラゴン塚ジムがテレビ朝日の林美容アナウンサーの3人がその魅力を徹底深掘りしていく。写真、激辛たこ焼きルーレットに挑戦するチーム EJ、K、ニコラス、ユマ、ジョハル マキ9人で構成されるグローバルグループチームオーディション・ザ・ハウリングを経て誕生した同グループはそれぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり多様な世界を結びつけるというグループ名の意味通り多様なメンバー9人の個性が混ざり合いグローバルに活躍しているここからさらにバラエティ力を高めるべく様々な企画でチームのバラエティスキルを検証していく 番組は、スカートスカー、イントロ、のパフォーマンスからド派手にスタート。圧巻のダンスで早速若い、スカジを驚かせると、いきなり春アから、皆さんとの仲を深めるために、タコパ、タコ焼きパーティー、がしたい。と提案が、しかも、からしが大量投入された、激辛タコ焼き、も用意され、スタジオはアビ教官のカオス状態に。ユマと春アが心を込めて作ったタコ焼きルーレット。 果たして、激辛たこ焼きを引いてしまうのは誰なのか。さらに、アイドル界随一のミセス、グリーンアップルオーターを自称する滝は番組冒頭から緊張のあまり挙動不振に。憧れの和解を前に大興奮で愛を語る場面も。好きになったきっかけから好きな曲、ビジュアルまで止まらないミセス愛に和解もここまでガチだと思わなかった。 と驚きながらも感激したた様子を見せたそして次週以降の放送では、デビューから2年、さまざまなジャンルを踊ってきたチームのダンススキルを検証するための企画、DJ 和解のエンジョイダンスバトルに挑戦。さらに和解がダンスの化け物を目指す、ダンスのモンスターへの道、では、チームと和解のダンスコラボが実現する。一し乱れぬ、さみだれ、さみだれ、ダンスに、スタジオも大興奮となる。 また、CS テレ朝チャンネル1では、24日午後1時、午後2時30分 2M、人完全版から9人組グローバルグループチームの魅力大全開 SP と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS 放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、地上波放送の2倍の90分間で放送する。